シーズンテンターってなんじゃこの隕石みたいなのは。うお、いきなりびっくりしたな。これ、中はどうなってるんだろう。早速飛び込んでいくよ。あ、どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今シーズンも、早速バトルパス買っちゃいました。このスキン、カタリストちゃんは、ドリフトの女バージョンみたいな感じっぽいね。ま、若干ならちゃんとキャラ被っちゃうけど、今後が楽しみですね。さて、この中、すげえことになってるな。なんか、カオスって感じね。テカスカがめっちゃ集まってきてるんだけど、やっぱり中になんかあるのかな。物珍しくてきてるだけかもしれないけど、多分どっかに着地できるとことかあるんだろうな。それなら急いでいかないと、やばいわね。記念すべきシーズン初の試合で、開幕しなんてしたくないわ。そうだな、まだ色々見たいところもあるしな。って。眩しい、なんだここは。誰か乗ってんじゃん、武器がなくて喧嘩してる。ここは私もツルハシでジョフ乗りだ。開幕早々見にくい争い。おやー、あとちょっと。そしてひどすぎるシーズン初キル。デカ武器拾ってる人いるわね。これは一旦降りるしかないわ。え、これ大丈夫だよね。ショックウェーブグレネードと同じ感じに。木の上に乗ったらアウトだろ。今のは不可抗力だって。わ、なんだあれ。これまたちっちゃい隕石みたいなの落ちてるよ。気になるな。行ってみようぜ。この感じ、なんか覚えがあるぞ。そうだ、エンドゲームのインフィニティストーンだ。あの時は、みんなサノスになりたくて、下売りたちが殺到してたよな。さて、今回は一体、何があるんだろう。やっぱり、人はいっぱい来てるみたいだが、な、なんだ、なんなんだこれは、もしかして、ロボット？う、うおー、操縦したい、操縦したいー。みんな同じ気持ちだ、激しい奪い合いだぜ。やばい、これは間に合わないか。うわー、動き出した。ガチでロボットが使えるのか。驚いたな。なんかロボット対人間たちみたいになってるし。ちょ、ラマさん、どうすればいいのよ。いや、僕に聞かれてもわかんないよ。なんか武器出しなさいよ。ってそんな優しく開けてる余裕なんかなかったわ。でもこの辺なんも落ちてなさそうだし。あ、トラップならあるぞ。あーダメだ、それも取られちゃった。もうどっか別のとこに逃げるしかないわ。は、ここにも敵いるじゃないの。みんな考えることは同じだな。く、回復もないし、やばいわ。健在もないな。なんとかデカボは飲んだけど、あかん。あ、近くにも敵、倒さなきゃ。よし、ナイスアサルト。うわ、でもまたさっきのところから撃たれてるぞ。そう、どこから。うわあ、やばい。さっきと同じ状況に逆戻りじゃねえか。ロボット、ロボットの音ですよねー。さあ、今度こそロボット争奪戦に勝てるのか。今度は誰も来てないかも。いや、めっちゃ来てたわ。ちょ、みんな着地うますぎ。初手で取るのは難しそうだな。てか、なんでみんなツルハシで抵抗しようとすんだ。いや、私は冷静になると、あの焚き火のところに武器が落ちてるかも。まずは武器拾わないと始まんないし、ついでに焚き火で回復よ。向こうではわちゃわちゃやってんな。そんな中、一人で着地を拾い、ほっこりする私。悪いけど、回復するまでここで見守らせてもらうわよ。うわぁ、ロボットがめっちゃ蹂躙してんな。そりゃそうだよな。みんな武器持ってないんだし。てか、トラックを簡単に踏みつぶしたわよ。やべえな、あのロボット。タクショで、顧問のタクショ一丁で戦えるのか。健在があればなんとかなるかも。いやぁ、そんなちょっとの健在じゃ意味ないんじゃないか。ショットガンの弾もちょっとしかないし、全弾当てても壊れる気がしないんだが。た、確かに。でもとりあえず近づいてみるわよ。うわぁ、これは無理そう。耐久値700近くあるみたいだし、そこのアイテムをちゃっかりいただいて逃げるわよ。ま、いつか使える時が来るでしょう。ロボットが、近くにロボットがいるぞ。今回は SR もあるし、アサルトもあるし、太刀打ちできるかも。操縦席を撃ち抜いちゃえば、奪えるかもしれない。ごくり、下でいろんなものを破壊しているな。よし、隙を見て狙撃するわよ。く、建築が邪魔で。どうだ、霊夢。あれ、操縦席に誰も乗ってないけど、変だな。確かに全然攻撃はしてこないな。もしかして、自律的に動いてる？すごい、なんか神秘的だね。攻撃はしてこないけど近づいてくるよ。え、今さ、Y ボタンで乗れそうじゃなかった？
え、マジで、この状態で乗れんの？わかんないけど、勇気を出してやってみるしかないわ。よし、今よ。乗れたあれ？でも私動かしてないよ。私ができるのはミサイルと、ショットガン。シールドオーバーチャージ？とにかく、自動で動いてくれるみたいね。そう、この時二人は気づいていなかったのです。このロボットは実は二人乗りで、動かしているのは別の敵プレイヤーだということに。いやー、いいねいいね。自分で動けないのは不便だけど、きっと AI が最適の方向に動かしてくれるんでしょう。さあ、敵はいないかしら。早くこのロボットの強さを知りたいわ。あ、撃たれた。敵のいる方を認識して、優秀な AI ね。すげえ、敵のいる方に近づいていってるぞ。あとは私が、ショットガンを打ち込むだけね。おっと、でも小屋の中に隠れてしまったな。いやしかし、このロボットなら簡単に壊せる。さあ、ショットガンチャンスだ。一発当たった。でもやばい、もう壊れる。私も急いで降りなきゃ。すげえ爆発。よし、ロボットのおかげで敵を倒せたわ。そう、今倒したフィッシュステックこそが、このロボットを動かしていた同乗者だったのである。いや、あそこ。また普通にロボットがあるんだけど。あれ？でもさっきみたいに動かないよ、なんで？あ、座席を変更ってあるわね。おお、動けた。あれ、また動かなくなった。そうか、このロボットは二人乗りで、動かす席と攻撃する席があるんだな。ああ、なるほど。てかじゃあさっき誰か乗ってたってこと？こっは、多分そうだろうな。てかさ、これミサイル大して強くないんだけど。ほら、こんなの当たるわけなくない？あ、よく見たら長押しって書いてあるわ。うおおお、めっちゃチャージできるじゃん。うわ、これは強いよきっと。こんなに発射できるんだな。そこに敵がいるみたい、ちょっと練習しましょうか。あそこに敵いそうね。攻撃モードに切り替えよ。めっちゃ撃たれてるが、このミサイルランチャーを食らえ。お、一発ヒットした。50ダメージだな。相手もひるんで攻撃してこなくなったわね。どんどん畳みかけるわよ。うわ、今度は体力までがっつり削れたぞ。やばい、この単純な操作でこれだけダメージ出せるなんて。しかもこの距離でだもんな。え、嘘でしょ。あっさり倒せちゃったよ。強すぎでしょこのロボット。ふふ、逃がさないわよ敵さん。どうやらこの終盤でロボットに乗ってるのは霊夢だけみたいだな。うわ、気が一発で消え去ったぞ。大物ダメージはかなり大きそうね。むむ、ショットガンの音が聞こえるから二人が戦ってるのかな。それならコースを上からミサイルをぶち込むわよ。ええー、嘘だろ、今のだけで、一気に二人とも倒しちゃったぞ。え、本当だ、あと敵一人じゃないの。いやー、今のはさすがに敵さんが気の毒。そんくらい強すぎるわこのロボット。何かしらの修正は入るだろうな。さ、最後の一人を探すわよ。なんか、動きは結構ゆっくりで可愛いな。ブースト使ってないからね。うわ、撃たれた。耐久値が半分以下に。しかしこのミサイルで、いやこの距離ならショットガンだ。ショットガンも強いな。でもやばい、そろそろマジで壊されそう。ここは一旦降りて各所でとどめだ。うおおおおおか、勝った。こんなにあっさりと。耐久値あとわずか。ギリギリまで頑張ってくれたのね。初めて乗った試合でこんなにあっさりビクロイ取れるなんて、さすがに強すぎるんだぜ。やられる側からしたら辛いと思うけど、操縦するのはめっちゃ楽しかったわ。まあそのうち修正入るだろうから、今のうちに使ってた方が良さそうだな。ということで、いかがだったかな。シーズン10はまだ始まったばかり、これからも楽しみましょう。クリエイターサポートは、良ければグサをゆっくりまでお願いします。
それじゃ、また別の動画で会おうね。